どうも、シラのシルです。今回ですね、冷絶フォーサーの後付け解説やっていきたいなと思います。で、今回は、キャラに関しましては、サブアカからマゲを2体借りて挑んでます。で、今回の新敵、新ギミックとして、まずスーフっていう敵を、味方を集合させたり、離れさせたりするっていう、新敵、新ギミックと、イラプションっていう火柱みたいな、ものですね。こちらも新登場しているというふうになってます。で、ここのクエストの特徴としては、敵に多く触れただけ攻撃力がアップすると、あと、弱点を殴ると、弱点が10倍食らうというふうになってます。で、スーフーなんですけど、これ真ん中に出てるのが、スーというキャラで、ちょっと目がスーとフーの違いとしては、目がちょっと大きくて口を大きく開けてるのがスーで、ちょっと目が細くて吹き飛ばしてるような絵してるのがフーっていう感じになってます。で、これスーフーなんですけれども、今出てるのはフーで、フーですね。すみません、フーの方が出てます。で、フーの方は手番のキャラ、今4が動いたと思うんですけど、手番のキャラと今出てない321とかで書かれてる延長線上の奥に飛ばすっていうイメージでいいかな。だから若干ね、左右がずれたりとかするので、ここはね、一概に必ず延長線上に飛ばされるっていう風には思わない方がいいと思います。ただ、基本的な考えとしては、延長線上、左右ちょっとずれるけど、そこに飛ばすっていうイメージを持っていただければなと思います。で、これで見てもらうと、4のところですね、マギア、右上のマギアが手前にいたのが奥に飛ばされるみたいなイメージ、こちらを見ていただければ分かりやすいのかなと思います。で、弱点を殴ると10倍なので、敵に多く触れつつ、地雷を2個持った状態でボスの弱点に行くと。で、2個持つ理由としては、まずボスに触れた瞬間に1個消費するのと、端っこですね、ボスの当たり判定の端っこで1個消費で、真ん中でもう1個消費っていう感じなんで、まあ、2個拾っていけると一番ベストかなと思います。ただね、地雷が拾えなくても、地雷を持ってない状態でも弱点に当たることでかなりダメージは削れるので、敵に多く触れてから弱点に触れるというルートを描いていくことをお勧めします。で、このバトル2に関しては、右下に 今いるガンマンですね、このガンマンが十字レーザーを打ってきます。で、ここは、フーなので、こうやって飛ばすんですね。なんで十字レーザーの攻撃がかなりこうやって当たっちゃうんですよ。で、かなりのダメージ削られるので、ここはね、毎ターン処理することを意識したらいいのかなと。まあ、処理というか、まあ、当たるイメージですね。当たれば基本的に処理はできるので、あと当たった上で攻撃力を上げつつ倒していくという風になっています。で、ここでスーとフーの攻撃なんですけど、2ターンに1回ですね、SS の遅延を打ってくるので、必ず毎ターンではなくていいんですけど、2ターンに1回は必ず倒すようにします。で、ここではプヨが出てないんですけど、プヨに関しても2ターンに1回体力の上限を下げてくる攻撃を打ってくるので、まあ、後々響いてくると思うので、ここもしっかりね、処理を怠らないようにしましょう。で、ここのビゼラーですね、このバトル3に関しましては、即死攻撃ビゼラーが左上の5、真ん中だけ4ターンなんですけど、ここが即死になってます。ただし、その即死も他にサイドに斜めにいる天使なんですけど、この天使が回復ハートを出してくるので、このハートに関して即死を打った後にハート出すので、回復して即死を免れるっていう方法も一つ方法では手段ではあります。まあ、ただ単位内に倒す方がいいと思います。っていうのも、スーとフーですね、スーを最後に倒しちゃって、スーの効果を最後に発動させちゃうと、もし仮に中央とかで止まってしまったら、もうその恩恵受けれない、回復の恩恵受けれないっていうところがあるんで、バトルするは結構比較的簡単なのかなと思います。で、スーとフーに関しては、最後ドクロマークなので、最後に倒した方の効果が発動します。で、ここでですね、バトル4中ボスなんですけど、ここでね、新ギミックイラプションが出ます。で、イラプションが出る攻撃、まずフォーサの一番上の頭の位置ですね、中ボスの位置を見ていただければ分かると思うんですけど、この位置がイラプションを出してきます。なので、僕と個人としては、イラプションが出るときは集めてしまって、一つにまとめてしまう、こういう感じで、手番以外のキャラに対してイラプションの、まあ、火柱みたいなものを発生させます。で、このイラプションが、もし僕はイラプションを中央、まあ一つに寄せます。で、それがもし中央寄りやったら、フーを倒して味方を端っこに3回させます。
で、もしくはこういう風に今参加してる状態だと、まあこういう感じで端っこに3体固まってると思うんですけど、3体もし端っこにそのイラクションの範囲があるのであれば、数で反対側で止まってそっちに吸収させて、イラクションを回避するっていう方法を僕が取ってます。で、このドクロ攻撃ワンウェイレーザーです。この時は必ず、風ですね、風を最後に倒して、3回させるっていうことがおすすめかと思います。まあ、さっきはね、あの数でちょっとダメージ食らっちゃったんですけど、序盤はねそこまで大して痛くないので、まあ最初はねそういう風にミス、まあちょっとダメージを稼ぐってことを意識して、まあ集めちゃったっていうパターンでも別に問題ないのかなと。で、イラプション、これですね、あの僕が基本的に数を発動させるって言ったんですけど、これ風を発動させた場合こうなります。で、1本ですね、この火柱イラプションのものが、1体当たると1個につき2万食らいます。なので逆に言うと、集合させてしまって全部食らうと、もうあの一発で即死なので、まあ、こうやって3回させて、このイラプションが当たらないところでこうやって、数で吸収するっていう方法も一つの手ではあります。まあただね、あの4それで仮に風で、あ、数で、1個で1個の火柱、あのイラプションに止まってしまっても、あの結局に1対2万食らうんで8万なんで、即死まではいかないですけど結構持ってかれちゃうので、なるべく僕は数でしっかり回収、あのイラプションを一つにまとめて数でそのそこ以外のところに止まるっていう方が僕的には安牌な気がします。ただここは数風利用して、あのどちらが良いかっていうのは、あの考えながらやっていくべきなのかなと思います。まあなので敵の攻撃をどれぐらい削れてるかなっていうのを見つつ、攻撃していくと。ただあの避けることだけ、これイラプションを避けることだけ考えたりとか、スーとかフルとかの、まあ、あのどっちを最後に倒したらいいかなとかっていうのを意識しすぎると、このボスがですねあまり削れてないっていう現象に陥るので、しっかりね、あの周りを処理しながらボスを攻撃する、中ボスを攻撃することは絶対忘れないようにしましょう。で、イラクションですね、これもイラクション3回するんですけど、敵 の, あの体力見てもらったら分かる通り、もうここはね突破してしまえば何も問題ないので、ここはもうしっかり突破をすると。敵の数を多く振って地雷を持った状態で弱点を殴る、このルートをしっかり確保してい、くことが大事なんじゃないかなと思います。で、僕ここ他のキャラですと、メタトロンとかも使ったんですけど、やっぱマギアが強いかなと。で、まあ、特にあのまだあのこの後出てくるんですけど、ボスの最終ステージとかだとかなりマギアの強さが出てるので、かなりやっぱマギアが最適性てか適正すぎる、最適性すぎてちょっと強すぎるなと思います。で、バトル5、このバハムートの1あると思うんですけどね、これ上へのワンウェイレーザーです。この集め方が一番まずいです。この集め方だとあのやられちゃいます。で、ドクロマーク1は必ずほぼほぼ巻いたんですね。ワンウェイレーザーと左右に1あると思うんですよ。これも、上へ対してのワンウェイレーザーで、まあ気持ちですね、右左右にあの開いた状態、範囲が広くなると思っていいと思います。範囲が広くなって上に行くという感じになってます。で、天使はねハードで回復してくるので、基本的には左右に止まって回復しながら戦っていくと。ただね、ここバハムート4ターン即死、真ん中のドクロの下の数字即死なので、これ結構ね僕的にはここ気持ち早いなと思います、即死までが。なんであの横に避けることだけ意識して、相手を攻撃しないでおくと、かなりねあの後々苦しくなるので。ただね、ここね結構難しいのが、敵の数が思ったより少ないんですよ。なんで先に天使を拾って攻撃力を、まあ、天使分上げる、最後に天使いっちゃうと天使を倒しちゃうんで、あの最初なるべく最初に天使に触れて、まあ、攻撃力のアップ倍率を上げるっていうのも一つの手かなと思います。で、マギアの SS があのかなり強くて、味方に触れただけ、攻撃力が上がるというところで、数を発動するとこうやって吸収するんですね。なんで相性かなりいいです、味方に当たりやすいので。っていう感じでボスですね。はい、ボスこんな感じになってます。で、ガンマンですね。ガンマンに関しては十字レーザーなので、まあ基本的に毎ターン処理しつつ、他の敵も殴りながら弱点を、地雷拾いつつ、ボスを攻撃するっていう風になってます。で、ここは、ボスのこの1の上の1の攻撃ですね、これはイラプションなんで僕は基本的に吸収させます。
基本的にこういう感じで、まずは味方を吸収、味方をこうやって吸収させてイワプションを上にだけ出すようにします。はい、でここにさえ止まらなければもう 右側全部と左下にここに止まれば、止まりさえすればあのイワプション食らわないんで、こんな感じですね。まあちょっと上に行っちゃったんで若干ね暗いかなっていう感じなんですけど、こんな感じであの他で止まる、数でイラプションまとめて別の場所で数でまとめるっていうのが一ついい方法なのかなと。ただもし仮にイラプションが真ん中中央になっちゃうと僕はあの風の方ですね、風の方で3回させて端っこに飛ばしてダメージを受けないという方法もありなのかなと思います。これはもう本当状況によるの、その場の状況になります。なんでその2パターンを頭の中に入れといて、どれが一番最適かな、効果的かな、効率がいいかなっていうのを考えながら打っていくといいのかなと思います。ただね、中ボスだったりとかバハムートの時にもお伝えした通り、ただ避けることだけを意識していると、ボスへのダメージが本当に、削れてない、やべえもう敵震えてるわ、残り3体即死だわみたいなパターンになっちゃうので、敵のボスへの攻撃ですね、そこも忘れないようにしましょう。でこれをちょっとあの風で3回させる状態でのイラクションになっちゃうんですけど、まあこうなると端っこにもイラプションがある。で3のと3サードのところですね、ここもちょっと微妙な感じなんで、これ以外のところ3回させるのはちょっと難しい、危ないのかなって僕的には思います。ただね、敵も削らないといけないっていうところもあるので、ボスですね、ボスですので、ボスも削っていかないといけないというところがあるので、まあここで守護獣のお話をしておくと、まあサメとかでもいいかなと思います。でもパックは結構かなり僕的には使いやすいかなと思います。こんな感じでね、ちょっと止まる自信がなかったので、ちょっとここマギア使って突破を優先しました。はい、って感じで次バトル7ですね。はい、バトル7は、まずここビゼラの処理から始まります。まずまあビゼラの5、4、ここが即死なので、ただ天使がいるので天使で回復して、まあ、ビゼラの即死を回避することもできますが、なる早で倒した方がいいのかなと。このビゼラのね、右下の1と2の攻撃も結構ダメージ通るので、ここもしっかり、ビゼラをしっかり削りながら火ダメを抑えていくことが大事かなと思います。これかなり痛いですね、結構。はい、で、まあ、まずはここはね、いつも通りフォーサーの上の1がイラプションだったんで、まずは上に吸収させるってことを意識しました。で、あとは下で止まればよいという感じですね。ただね、この マギラで今週末運命強度体を使っているので、スピードアップがあるんですね。なので、ここはね、スピードアップをしっかり計算した上で止まれるような配置、打ち方をするように、ちょっとここ難しいとは思うんですけども、やっていただかないと、おそらく難しいのかなという印象はあります。で、この1、ドクロマックの1はワンウェイレーザーです。なんで、できれば、風を倒す、最後に倒して、味方を分かれさせて、ヒラメを抑えたいところではあります。ただね、ビゼラーも倒さないと、即死来ちゃうので、なるべくしっかりビゼラーも倒しつつ、弱点もこうやって攻撃していくっていう感じになってます。でマギアが強いゆえんっていうのはバリアですね。バリア付与ですね。これイラプションを、イラプションって1回安定なので、要はバリアで守ってくれるっていう強さがマギアにはあります。もちろん他の攻撃が先に入っちゃうと、意味ないんですけどね。こういう感じでまずダメージを、敵を倒し、多く触れながら弱点を描いてます。で、これで最後に、スーを倒せるので、このボスのところにしかイラクションが出ない。あとはまた右側もしくは下、左、右上もしくは下で止まれば、何の問題もないのかなと思います。なので僕はイラクションが出てるターンは基本的に守りに入ります。こんな感じでもうとにかく守りだけに僕は集中します。もうイラクションを数で集合させて一つに固めてしまうと、もうそこにいるだけで即死なんで、もう一気に全部食らっちゃうんで、2万2万2万が3本かつ3体に当たるんで、もうそんなん耐えられるわけないんですよ。なんで僕はちょっと数でまとめた
時イラプションを数でまとめた時は数で別の場所に移動することだけを意識して打ってます。でこのイラプションがないターンに僕は攻撃に集中できるかなと思います。で結構まあ僕もこのクエスト自体ギリギリでクリアしたので、まあ、かなりねマギア3体入れても結構僕的には難しかったクエストなのかなと思います。で結構マギアがやはり強くて弱点殴るだけでこんだけ食らうと。でまあボスもあたあの攻撃力アップの判定になるので今のは3体触れっていう感じになりますね。で次イラプションが出ます。なので敵の攻撃をしっかり覚えることですね。敵の攻撃をしっかり覚えて、イラプションのターンなのか、ワンウェイレーザーのターンなのかっていうのをしっかり覚えておきます。でスーとフーももしそのターンに倒せてなかったらしっかりね次のターンで処理しないと SS の遅延打ってきたりとか、まあ、ピューだったら体力の上限値を下げてきたりとかきついのはするので、まあ、しっかりそこは気をつけてね一個一個敵を把握して敵を確認して打っていただければなと思います。でこれワクワクの実も紋章も、使えないですしもちろん仮紋だったりとかっていうのもあ貸し紋とか仮紋とかっていうのはできないっていうのもあるので、まあ、できることとしてはモンスポットで僕は今回は、メインに闇属性のモンスポットでサブの方にラックスキルのモンスポットをつけてちょっと挑ませていただいてます。まあ、逆でもいいとは思います。ただねマギアガイドだったんで、まあ、そこまでラックスキルは必要じゃないかなと。ただね終末運命共同体はラックスキルがクリティカルなんでこのクリティカルで助けられたこともこの今動画内のクエストの時ではないですけど他の時に助けられたシーンもあったので、まあ、ラックスキルもつけておくことはいいのかなと思います。はいっていう感じでラストゲージですね。ラストゲージはまずバハムートの処理からで、バハムートはバトル4でも出たんですけど右側のバハムートですと3と3上と下の3と3左ですと2と2があると思うんですけどこれが、まあ、ワンウェイレーザーを上と下に打つのでこの上と下になるべく数で止まらないようにしましょう。でここはですね、まあ、SS を使って雑魚処理していいと思います。特にバハムートに関しては体力が高いのでしっかり処理はねもうなるべく早くやってしまっていいのかなと思います。でここのイラプションなんですけどここのイラプションがちょっと特殊でまず範囲がでかすぎます。はいこんな感じです。範囲がでかすぎます。でこのイラプションに関して最後のイラプションに関しては手番じゃないキャラの位置に移動しないそこで出ないんですね。今左側に出てるのでこれは右側の数を最後に倒して右側のところで吸収して止まるっていう感じで言ってます。これ逆に右側に行って数が倒せなくて風だけ倒したよってなったら延長線上に行くので延長線上に飛ばされちゃうので右側にいるってことは左側に行く確率が高くなるのでもう即死の可能性が高いです。はい、で次、このフォーサーのイラプションに関しましてはこうやって吸収して打ってくる。で範囲はちょっとちっちゃいですけど吸収といいますか手番のキャラに対して手番のキャラ以外のところに打ってくるので、まあ、ここも、しっかり数で別の場所に回避するってことを意識して打ちました。はい、で最終ステージだけちょっと僕は個人的に難易度がマジで上がるかなと思います。でちょっと確認が取れたかちょっと分かんないですけどそのビットンの111っていうのがあると思うんですけど右側の位置がおそらくイラプションなのかなと僕個人的には考えてます。で次ですねフォーサードクローマークあると思うのでこれはワンウェイレーザーなのでできれば3回させた状態なのでフーを倒してフーを最後に倒したいっていう思いはあるんですけどこれイラプションが出てないんですよ。ただ次のターンイラプション出るんですけど、まあ、これもね左右にでかいのを打ってくるだけなんで、まあ、これはもう数だろうが風だろうがあまり関係ないのかなと。ここはね本来であればボスを集中して殴ることを集中すればよかったかなと。でここでイラプションが出ますね。で次は右側に出ます。でこれでかいんですよね範囲が本当に。まああとはここに関してはちょっとね削りに行こうとかつ左側の数で止まろうと思ったんですけど僕ねここでねボンミスがあって数の左下に靴があるんですよ。この靴僕見落としてて本当はこれ止まる予定だったのが上がっちゃってこっち行っちゃったんですよ。
で、ここでマギアの強さのゆえんが出ます。今フォースのマギアバリアついてます。このバリアがあったから僕耐えれました。このバリアがなかったら僕負けてました。こういう感じでですね、一つのミスで負けちゃうんですよね。なまあ、そこがちょっと冷絶の難易度の、まあ、難易度なのかなと。冷絶難易度の特徴じゃないですけど、やっぱここが難しさたるゆえんなのかなっていうところもあります。っていう感じで、あとはフォーサーはこの1に関してはイラプションを出すだけなので攻撃はないと、はい、ただね、本当は数でね吸収させておけば安定だったのかなと僕的に個人的に思います。で、次もなんですけど、ここもですね、マギアのバリア不要が生きたシーンです。で、一応ね、さっきバリア不要助けられたんで、まあ、ルート的にも描けたっていうのもあるんですけど、ちゃんとね、バリアをついてないやつ、ついてないキャラにつけるってことだけ意識します。はい、こんな感じでバリアで守ると。なんで、マギアの強さっていうのはここにあるかなと思います。はい。まあ、あれで倒すときは分かったんですけどね、まあ、倒せなかったんで、最後はもうラスト、もうチョンなので、弱点を擦れば倒せるのかなって感じで。まあ、最終ゲージがちょっとギリギリだったので、ちょっと、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、スーとフーの使い分け方とか、避け方とかっていうのはね、一つポイントで、まあ、意識していただいて、次降臨した時に戦ってもらいたいとか、トラベルベルのマナの方は、それ使って、挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ、みたいな感じで、今回ね、この動画、参考になった人は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。では、次回の動画でお会いいたしましょう。